皆さんこんにちは。グランサガにてウィンを演じさせていただいております安本博樹と申します。グランサガリリース1周年ファーストアニバーサリーおめでとうございます。そうですね、まあ1年間ウィンを演じさせていただきましたということですね。まあ収録時代もっと前からやってますけども、うん、なんかね、それだけの期間演じさせていただくというのは皆さんの応援のおかげですので本当にありがとうございます。今日まで遊んでくださったユーザーの皆さん、そしてこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、一番思い出に残ってるエピソード、そうですね、まあ役作りっていうのが当然あって、自分なりに台本から組んでいろいろやるんですけども、なんでしょうね、顔がああだから自分的にタフな方向でずっと頑張ってやろうかなと思ったんですけど、優しさを前面に出しちゃってくださいって言われたのも結構印象に残ってますね。まあ結果的にそれっていうのはどんどんその先のお話にとっても大切になってくるんですけど、ただでもウィン君もウィン君でいろいろあった上で、あの優しさだったりいろいろあった上で人のために頑張るっていうのがあって、そこら辺を読み解いていくにあたって、なんでしょう、もっと過去でまだね語れてない部分とかもいっぱいあるんですけども、そういうのも出していきたいなという欲求に駆られるぐらいいいキャラで、本当に好きなキャラクターだなってのを印象に残ってるってわけじゃないけど、僕自身がウィン君に今感じているものでございます。1年間お付き合いさせていただきまして、だからこれからも皆さんよろしくお願いいたします。さあ、グランサガこれからも多くの方に楽しんでいただけますよう、鋭意制作も頑張っております。皆さん、私も引き続きウィンとして本作に取り組んでいきますので、これからもよろしくお願いいたします。改めてこの度はファーストアニバーサリー1周年おめでとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ウィン役の安本博樹でした。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。